はい、戻ってまいりました。第3ラウンド、小林さんと鷲見さんのフィーチャーマッチ、私、岩城と黒田正弘さんの2人でこのラウンドお届けしていきましょう。はい。コメント披露はじゃあ黒田さんお願いしていいですか。いつも通りちゃんと拾って、黒田さんに任せると下ネタとか拾うからな無垢な気持ちで全部音読しちゃう感じですよね何か分かってないイノセントブラッドの感じ。そうそう、ブラッドではマジック的に。でもまたこれコメントで、これはおじいまたいじりましたいじってないよ。もしもしやってくれよ。もしもしも何もこれなんて読まれへんや、拾いようもないし。浅野さんカウント破壊する声で連動してるけどあった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 、いけたいけた。まあ機械のことなら俺結構得意。更新を連打しまくっただけやったけど機械のこと得意って言われたファミコンと一緒に叩けばそれなりに働く2人でお届けしましょうって浅野さんまあまあ喋ってるって休憩とは何なのかってまあそういう感じがね、いいよ。小林さんといえばね、これエターナル関係、レガシー関係の大会だと常に上位にいる。特に青白奇跡をここ数年はずっと使ってみて、ね、奇跡マスター。奇跡じゃなかったらびっくりするけどね、これ。びっくりしていただきたいですけどね。びっくりしたいよ、ね。小林さんといえば青白というね。さあ、ゲームの方始まってますよ。ちょっと盤面にカメラを。スミーさんが、はい、白缶です。竹ですかね。平地からデイキングするんですが、小林さんは一旦の平地から爆薬スタート。結構多いな。手札にありました。はい。スミーさん的にはもうリターンサリアはね、嬉しいところですけども、小林さんはスリビンが仕事しだす前に自分のターンでもすぐ割っちゃうと。ソロバンカウンターはああいう形の初めて見た。なんかちょっと手作り感ね。オポーネントと2位がすごい分かりやすくて、2点削って第2メインで、うん、ガンハン。カード見ておかんって言っただけだったら急に母親のこと思い出してたら中年みたいなって言ってでも情景はおかんって言いたいだけっていうことはあるね。ありますよね、それはありますよ。さあ2マナ払って剣を好きに出落ちじゃないよ。はい、追放して続けざまにまた2マナでシアンを見て、週末皇帝の総裁なかなかいいめくり。皇帝の先ぶりでしたっけ、うん、MC 参加の感想ちょっとじゃあ試合終わったりそうですね、冒頭と語りましょうか、ん、ちょっと曖昧でもね、今ここで語りやすい長くなるやろうから。ぴったり10年前やったわ、やっぱり参加した。あ、ジャスト10年でした。語り出してみるいいえ、まあ、後でその辺もね、うん、話していけば、ちょうどこれ週末にたどり着くぐらいに、まあ、いい感じで盤面にちょっとくりちゃった。小林さん結構ゆったりプレイできますよね、うん、まあ、何やったらブレストでもう一回押し込んでもいいし奥に、うん、まだライフも18やってね、ただし、あ、ここはしかしもうすぐ、はい、上に置いてたんですね。2枚目に置いてて、まあ、1、2交換きっちりと置いて、ここでブレイン、皇帝とか先に上で
総裁高層ビル予報でした、うん、予報これ先ぶれとか予報が2019年に使えると思わなかったですね特に先ぶれはね。次のアップキープの開始にワンドなので、スミーさんのターンで先ぶれの動画を開発する。ダブルオカン、やっぱオカンこう散らしてるというか5枚目とかなんですかね。1ラウンド目の中身、まあね、決して弱いカードではない。ハグレスが高い分1マナ必要なんですよね。いや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 、タブレスがじゃあ高くて人間じゃないですか。で自分自身が対象に取れない。自分が取れない。自分が対象に取れないかなりでかいよ。ああ確かに。ただ一人立ってるだけで完封できたら、うん、そういうことができない。まあこの状態で3点しか削れてなくて盤面ほぼゼロなので。うん、ちょっと綺麗に抑え込んだ感じかな。まあ、スミーさんのデッキも大体1マナ2マナで固まってるけど、まあ、このね剣ぐらいがそのままですから。さあ島なので剣が通ってターンエンド。島はそのままドローして3マナで、はい、2回の採決で追放して、まあ、あとは本当小林さんはもう丁寧に一個一個対処していけば、おのずと鷲見さんが息切れするのかなって感じですけど、すでに今の時点でソープロとか持ってんのかなって感じですけど、さあ5マナで素でウィルが当たる可能性が大丈夫でした。総裁解決で予報で総裁指定の正解なので2ドロー、オーダー使いが通って、まあ、殴っていくサウナを整ったと。小林さん渦巻く知識で頭蓋への対抗策を行きたいところ、あちゃんと最近にしてくれますジャッジが多分正しいと。こっち、まあでも別に全然悪くない。春章と試合ですか、うん、内容が強いですね。まあ試合なり春章からのねさらなる試合になると、オーダー使いとルーム与えてこの双方が見つかりそうな感じではありますけどね。この終章から採決でもいいんだけどな。うん、確かに。あ、それをするみたいですね。はい、終章から機械をフラッシュバックしてオーダー使い追放して、まあ、iPhone 17って結構余裕ですね。まあ、おそらく、はい、ひっくり返らないでやろうなという気はするけど、不毛で、確かに、ポン、しくし、ポン、アップキープに白マナーと青マナーを足す。ソーイング同士が坊さんメインである坊さん間違ってないけどちょっと今プレイでもね、リシャーダンポートで止まってる状態なので、プレイはまだ遠いかな。あのカンツムえあのツムちゃんはカラカスがまあ出そうと思ったら今出せるんやけど、次のターンでいいでしょう。少なくとも光点とまでつなぎたいので、
今出すとすぐ除去られた時にちょっとね、うん、寒いし体が総不毛されるとまた、ね、白いカードプレイが遠のくっていう、まあ、ここはなんでわざとに終わらせる感じで、ゴルカニカイランド見せてで、ミシュラダンポート2枚使ってブルトアップの相手にそういう投資からの避けプレイムンクトークン出して3枚見てエースがいたので全然 OK。 まあもうリシャーダンで寝かしても4万以上ありますからね、エースパシッと出ちゃえば、まあ、そのまま勝利に走る。勲章で殴って2点削って杉さんは薬瓶を置いて総裁をこうすり抜けてクリーチャー展開できるようにしますが、様子見的な意味もあったんですかね、1マナで。いや、まあもう、ああ、確かに、よかったね。うん、珍しく正しいこと言ったでしょ。珍しくは別にいいな。いつも古川さんに訂正されてるから。さあ、それを好きにが通って、で、ここでリシャーダンでカルパスタップ。しかし、この次に控えるジースが、これが強烈ですよね。はい、精神を刻んでのジェイスでプラスゼロ、ウエストモードですね。いわゆる2枚目のジェイス1すごく爆薬まであって、今文句がサイズが上がってるんですかね、1つ上がってはい、文句単体でアタックして2点削って単勝で、最後が手札に残って爆薬がまた強いなですよね。1マナのパーマネントが並ぶから心折るのには十分なカードですよね。ソープロもあって自分の自体に回し、さあスミーさん3マナ比較的通りやすい順番で、ちらつきおにぎりでモンクトークンを追加。小林さんジェイスでゼロ。あ、もうこれで確定したら勝ちぐらいですね。メッシアン春勝でしょ。爆薬起動で、はい、つけようとしたら、まあ、飛ばされて割りますよからのプロテクフェをした武装プロで、はい、勝負ありですね。パーマネント何もなくなったので、さんが投了。間違ったことによって棒で叩かれるっていう。あ、もうほんまそうなんですよ。棒ぐらい棒ぐらいでは、棒で済まないのかな。100叩きは確定で金棒ですからね。金棒金棒の金属製の金棒をおろし金のように使うトゲトゲの部分なんとバイオレンスなんですか。まあ虫歯菌みたいなフォーク見たことないけどな、あんなあの中世ヨーロッパとかで牛育ててる人らがこうそ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 う好きですよね。でもそれさあサイド子ですけれども、白タンデスタフってこういう奇跡コントロールとかアイテム、どんなカードを入れてくる可能性があるんですかね。
どこまでその相手にもねよるので、うん、あのパレス・ジェイラーとかああいうのはだから追加でカードアドバンテージを稼げる手段が欲しいので、うそうですね、デスタクワーもそういうのは用意はするんだけど、あんまりなんていうの、小林さんのやつメインからお坊さんが言ってたし、メインからお坊さん、あんまりなんか実は裏切ってより不利な盤面を助長するみたいなよく見てるのでね、確かにね、小林さんのデッキがクリーチャー結構殴れるから多いからやっぱり簡単にひっくり返るパターンが結構あったりして、確かにそのギリオンとかそういうのが結局はプリンズウォーカー頼りにある部分が多いな。小林さんサイドは怪獣とか言ってましたね、うん、まあ、多少アーティファクトに触れるようにしていくらでも受けると、うん、そうですね、装備品が戦場に残ってる時にどんなね、小松のみたいなやつでも十分なキラーカードにつきますからね。あとはまあダイヤルとね、うん、クロさん眠いですか？眠たいですね。まあまあ悪用ですね次のラウンドちょっとサボケさん長ない？バルセロナ行ったんですよ。ちなみにバルセロナはね、はい、やっぱり10年ぶりのめちゃくちゃ面白いね。やっぱりその海外でマジックやるっていうのは、ああこの感覚やなすごい楽しくてね。一個思ったのはもうリミテッドのスキルが、はい、あ10年の間に、ね、なんていうのかね、自分はレベルアップしてないし、周りはめちゃくちゃ上手いなっていう感じがあって、デッキ作るまではねそんなに悪いものはできてないので、今回プレイで明確にちょっとあかんかったなっていうところを感じたので、これはちょっと大阪に住んでる以上はどうしたもんかなっていう、まあ、練習場所ないですからね結構大阪は今ね。リミテッドどうするかやね、大阪だけじゃないかもしれませんね、地方から繰り返し行こうと思ったらちょっとその点にすごい課題を感じた。東京だとね強いプレー固まってるから、もうねリミテッド合宿みたいなみんな新セットとか出たみたいなって腕、ね、磨いてると思うんですけど、大阪なかなかね、実際ドラフトがだから1-2-2-1やって、1-2のデッキも悪くなかったのよ。あのモンス入ってるんですか？いや、それは2-1かんでか、1日目、ジュソノミ、リス王、ホガークかなんかで、カード的には申し分なかったけど、ちょっとやりようによっては勝てたかなって思うゲームはいくつかあったんで、腕のその辺はプレイやなと思う、それがすごい反省で、2回目のデッキなんかももう明らかに、うん、これはいったやろっていうぐらい強かったんやけど、1戦目にとんでもないなんかむちゃくちゃ弱そうなやつに負けて何それ、3マナ22の接合者とか、まあ、当然最後の15手目で回ってくるのでカードいっぱい入ってたんやけどそれに勝てへんかったのがすごい悲しかった。腕でやられる、腕ではだマリガン基準とか、あそういうところ、そのロンドンになってからのリミテッドのマリガン基準が俺は多分指まんまだったな、まあいろいろ思うところがあったと思うんですけど、また行きたいけどね、まあ行かせてもらえると次が10年後かもしれないし、また遠いな今夜はあるでしょ、アギナの予選はあれでももうちょっと10勝1敗は地獄ですけど、しかも10勝1敗したら2日目あるからさあ、スミーさんが先行です、始まりました。最大限のお知らせです。小林さんがサービスでオールドスクールの受付を行っております。現在は会場入り口付近でオールドスクールの受付を行っております。参加ご希望の方は、やっぱりこういう自分のドローを操作してくる機って腕が動く、それは間違いないでしょ、選択肢が無限にあるから、どんだけ数稼いでやるか、このサイヤーはちょっと気分が悪いのしかない。はい、スミンさん、スレイベンの勝者サリアで小林さんのインスタの操作量全部1万円として、小林さん、ここは
はやむなしで2マナー払っての試合。いいめくれ方。はい、剣を好きに土地春勝負。フォークラッシュなんですね。うん、まあソープラの部分が週末やともっと楽やったかもしれない。確かに粘りすぎ。この辺り出てくる、横に出てくるやつもまとめていけるから。そこまでパーフェクトに動いてたらね。珍しいのはトロケアですね。トロケアの敷石、墓地に落ちると平地を持ってこい。レジェンドルール変更でちょっとね挙動変わったんですよね。あれね。そうそうそう。さあ小林さん、アップキープに寝かされるマナーを使って走行で追加。サイドから、うん、テーマない日に言ってるデッキだからそれを阻害していくっていう。シアンってシアンと坊さんですか。はい、スネアスネアか。呪文ハメを手札に入れて、このターンの鈴木さんのアクションを合わせていきたいなってところです。このコロナイチはなかなかいいタイミングで登場。やっぱり小林さんの的に4マナ以上持って、ね、アクションしてきてるんですよ。ブリマース渋いな。呪文ハメをすり抜けて出てきたのはブリマース。3-4で殴るたびに 1-1 のデコを出してくる。まあ中小ソープローはアンサーは一応あるが、ラウンドがスコープとしてます。うわ、ちょっとそれまさかの今最悪のタイミングじゃない、ね、土地だからちょっとね、スタックでとか言えないし。さあ、ブリマーズで効率宣言で猫も一緒に出てきて4点。溶接のクリーチャーを手札に戻せるので、釣りを好きと言われたらシュッと逃げれる。これね、前のターンにカルカスでタップで出してるとね、自分のメインで除去ってたけど、うん、ここで置くタイミング完璧でしたね。まあ、プラン的にどういうつもりだったのか分かんないけど、はい、どうせ打つんやったら、まあ、メインというかターンに打ってたのか。より安全に。今のでプラン崩壊やとしたらちょっと不幸だね。まあまだ余裕を持ってももしかしたらね、もっと遠いところでゲームプラン考えてる可能性は。奇跡マスターなんでね。ね。我々の全く想像しない。そう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 。わかんないよね。アタックされるとトークン生まれるから、どうせアタック前に出すんやったら、メイン、自分のメインで言うと何ら問題はない。さあ、小林さん、そういう動詞を出してたんや。これにスミーさんが、釣り魚好きに持ち込んで、お寺の人が畑仕事に転職しました。副業でやってそうですけどね。副業か。副業あるかもしれない。かぼちゃとか作ってそうです。そうそうそう。大豆とか外せるじゃないですか。ここで逆転の週末、アップキープに平地を2枚寝かせれば、ここで春勝ですか。どうしてるわ。
第2ターン終了まで来ました。で、メインに入ってから試合。青いカードですね。いや、だからちょっと絵が違う。確かに盤面の方がきついので。ハリデーからアスカ、ペッコーとか、こっちか、まあ、この1枚引いてから、ショートになってたんですね。アスカの神前ハリデー。これライフの大ピンチですね、これ。じゃあ、カルパス指定して、除去スタッフのグリマーズ逃げは一応なくなったな。まさかのセットラウンドやったからね。えって土地を置くという行為があんな強いとなかなかないですよ。さあグリマーズアタックやるか。瞬章でグリマーズ本体チャンプしても判定抜けて残りないと4。久々に見るとなかなかやんちゃですね、本当に。さあアップキープに白マナを寝かしてグリマーズはここでようやく退場となりましたが、私これずっと白封印されてるので、お爆薬やる X0 で一旦綺麗になった。あ、はい、ビンで前ちゃうねんっていうタイミングでビンが来るね。殴るやつやねんって言ってますか。 おしかした強いな。ゼンディカーのね、運命者ギデオン厚切り肉はやばい。厚切り肉強い、すごいね。突然リリアらしくしてるからね、呼び方。厚切り肉だけはさすがに面白くない。面白いですね。あだ名としてひどすぎるからね。人のことを示す表現だよね。この厚切り肉、次のターン方法がなくてたまらずと小林さん通ろうと思って、歴代で聞いてきたあだ名の中でかなりの重要な人間を示してるのかな。ゲロシャムと同じぐらいひどい。ゲロシャムと厚切り肉をこうギデオンと同列に語ってあげないでほしいと思う。さあでもグリマーズとカルカソの強さ光りましたね、これね。まさかでレジェンド攻めでね。ねえ、あれだからギデオンも戻せると思うんですよね、自分。一応クリーチャー化してればなんかソープロ避けはできるよね。いや、いいですね、今のゲームは。なかなか面白かった。ただ3本目小林さんまた先手に向いて、厚切り肉って原文はなんて書いたの。厚切り肉調べましょうか。カルビってカルビってリリアナが、そうそうそう、マッツァカルビだいぶ違うでしょ。あのカルビーフェアイザーホワイトカルビカルビファイター。カルビがまず英語じゃないんですか。ビーフスラブらしいです。ビーフスラブ、はい、面白い。ビースラブ。お前調べてくれた。おつくやんさんって書いてある。あ、いつもこれね、DM 配信見てくれてる。ああ、ありがとうございます。どんだけ食えるの好きやねんって思うんですけど、実物は四角サイド奈良のことです。出た、奈良ディス用してますよね。いや、ゲーム始まったよ。はい、黒田さんの家に鹿で乗り込みますって言われる。
さんが薬瓶からゲームらしいですか。1枚でも多くカード引ける方が、そうそうそう、受けに回る。そうか、攻めるデッキじゃないから。あとはこの辺はもうマスターですよ。そうやね。なかなか勇気を持って。奇跡ミラーも確かそう、そんなこと言ってたよ。奇跡ミラーは当時多かったからよく言いましたよね。後手の方が強いみたいな。カード1枚の差がね、面を分けるとは言ってましたね。ダイヤル張りで止めてしまいたいっていうと、一方で土地は土地で頑張って探しに行かないといけないし、難しい。さあ、後手を選択した小林さん、まずはこっちからブレストの後にフェッチを使いたいという欲求はあるんや。指定を全部指でやってくるね、分かりやすいですよね。対戦相手はもちろんこの僕らにも分かりやすいですよね。そう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 、番組的に非常に助かる、そこはこうフィーチャー慣れしてる部分もあるんですよね。レガシーに関わらずね、最近グランプリもね、いろんなフォーマットでフィーチャーマッチに、ね、呼ばれて上位に戦ってるんですけどね。アクションなしだったのがすごい気になる。確かに。ハンドどうなってんの。ファイヤーアクティベートもなく、ジムラのフィーチャーもなく。はい、針が出入りして、その瞬間に位置で何か出るわけではない。確かに。まあ、ファッション。どうですか。夕日が白いな。4枚目あのプロのなんかちょっと輝かしい感じのバッですよ、ね、今戻そうとしてこのまま血液切られて出てこないかもしれない。まあ切られるねこれ。手札をずっと補充して、まあ、雨技です、ね、
まあ、速攻クリーチャーもいない色だから剣持っていきなりとくと見ると構えてるし、今回はさっきのアンチャの時と違って王さんが手札におるので結構締めまで早い、ゲームエンドまでね、うん、キークリーチャースペル取られるために1日出てきてサイズも上がって、そちらの方が息切れしちゃったですね。ちょっと何も出てきたのは、小林さんもジェイスでハンドはもう使い切れないぐらい、さあ王さんごとのスイング投資でマウンクトークを出してスタッフで相当まあどうぞどうぞ、まあ、カード1枚やくし文句一人で削り切れそうなぐらいの、ちょっと今ライフのズレがありますが、まあ、2点回復して仕上げそうとして、この試合はシャッフル、もともと土地詰まってたんでですよね、シャッフルする気はまんまやね、ジェイスでいらないカードを押し込んで、ジェイスがまた最初にシャーダンポートで白マナーは2カ所に当たれますけれども、最初の消耗をしてシアンをプラッシュからの通常ドローでジェイス、あ、待望のトチトチ、はい、回しててこんなに強くていいのかなって思うよね、これぐらいのタイミングでさ大丈夫かな怒られへんっていう、ほんまに何万能なの、はい、ヘッジ起動で、ハンドさも上でこれやん、量も質も渋滞の大坊主4マナのやつでしょ、有機点が軽きるかな、4-4でクリーチャーじゃない呪文もらえると、メカスかブリンクするかライフリンク、あれ当時スタンで使えへんから強すぎるなと思って、ちょっと話題になりました、注目してない、中坊主大坊主揃ってます、例えよスミさんはこれ、ね、薬薬瓶に変えられるんですね、うん、ということでもう勝ち場が10点以内ないんで、ボールを見事張りで刺し切ったりとかありますね、刺されたカードを単純に引くっていうのね、針とかあの無断で言うとストーニーサイレンスとか、はい、1枚入れとくだけでね、バイアル全部潰せるから、うん、全然違いますよね、かゆいところで動くじゃないか、ここは見せてますか、小林さんが勝利してこれで3秒ですよね、そうです、まあ、この人はもうレガシーイベントは8に入るのが1000人やから1000人ですよ、ほんまに息がね1000人の息が確かにというわけで、このラウンドは奇跡対決だと勝ったのは奇跡を使っていた小林さん、デスタックもスミさん使ってましたね、対戦の中道さんも使ってました、人気のデッキではね、あ、まあそうやね、安定感もすごい、特に言われるのは普段そんなにレベルしない人でも使えるある程度です、
まあ、ゆえにプロプレイヤーとかこのプレイヤーが多いんですけど、黒田さんもし今日俺が焦点使うんじゃないですか。石火事かな。石火事、うん、石火事です。なるほど、まあ、でも連覇使いたいです。え、連覇1ヶ月ぐらいの間に使い込んでる専門がいっぱいおる。なんか連覇飛び出すの楽しいよね。全然ライトはちょっと毛色も違うもん。めちゃくちゃ気にします。じゃあ、ちょっと、そうですね。早く進化できる。すぐに、それだけでちょっと怖いね。それじゃあ、また次のロングでお会いしましょう。はい。お疲れでした。